色上質紙に直接プリントして作るひまわりです。チョキチョキするだけでひまわりが簡単に作れます。花の型紙をダウンロードして黄色い上質紙にプリントアウトします。これを3等分します。緑の上質紙には葉っぱと茎と花の中心部分の型紙をプリントアウトして、これも同じように3等分しておきます。それぞれ1枚ずつで1つのひまわりができます。まず花びらを折っていきましょう。真ん中の点線のところで半分に折ります。これを2つに切り離しましょう。花びらを書いてある線が内側になるように半分に折ります。これを谷折りのところで折り返すと花びらを切る線が見えます。反対側も同じようにして折ります。もう一度やってみましょう。山折りの線で折って、谷折りの線で折り返すと切り取る花びらの線が見えます。裏返しにして同じように折ります。これを切っていきます。花びらの先の方からぐっと深めに切り込んでください。裏返して同じように切ります。表も裏も同じようにプリントしていますので、右利きでも左利きでも同じように作ることができます。これを開くと花びらの形になっています。谷折りの部分が3箇所ありますので、山折りに変えておきましょう。1箇所、2箇所、3箇所です。これが2枚できていますので、貼り合わせます。真ん中に糊をつけたら、間から花びらが見えるように少しずらして貼り合わせましょう。次は茎を切ります。上下は切り落とさず細長く切っておきましょう。次は種になる花の中心部分を切り取ります。紙を回しながら丁寧に切り取っていってください。緑の部分が残らないように切ります。少し小さくなっても大丈夫です。これを先ほど作った花の中心に貼ります。くるくると糊をつけたら、ちょうど真ん中にくるように貼ってください。これで花の部分が出来上がりました。次は葉っぱです。
真ん中の点線部分で折って切ると切りやすいです。半分に折ったまま紙を回しながら切っていきます。切り取りにくい場合は最初に大まかに切り分けておいても構いません。プリントした方が裏側になりますので少々ずれても大丈夫です。可愛らしいハートの葉っぱが3枚できました。大きい方の葉っぱも同じように切っていきます。真ん中で折ったら折ったまま切っていきます。紙を回しながら、これはちょっと邪魔になりますね。切ってのけてしまいましょう。自分が切りやすいようにして切っていってください。ここの部分は紙を回しながら切ります。多少ずれても構いませんが、できるだけ線の通りに切りましょう。大きな葉っぱが1枚、2枚できました。この葉っぱを茎に貼っていきます。茎はプリントした方が裏ですので、裏返して上から5センチほど下がったところに糊をちょっとだけつけます。小さい方の葉っぱから貼っていきましょう。中心からちょっとずらして刃先が外に向くように貼ります。1センチぐらい下がったところに糊をつけたら、2枚目の葉っぱも同じようにして中心から今度は反対側にずらして貼ります。これを繰り返していきます。小さい葉っぱを3枚貼ったら、次は大きい葉っぱです。大きい葉っぱも同じように中心からずらして斜めにして貼ります。こんな風に貼っていくと、葉が互い違いになってどの葉にもお日様がよく当たっているように見えます。最後に一番上の部分に糊をつけて花を貼ります。花は一番上の葉っぱと少し重なるようにして貼りましょう。これで出来上がりです。一番初めにプリントアウトしたもので同じ花が3つできます。たくさん作って並べるとひまわり畑のようですね。